ノスタルジー・イスタンブール・オリエント・急行。ノスタルジー・イスタンブール・オリエント・急行。ノスタルジー・イスタンブール・オリエント・エクスプレス。略称、ニオエは、ヨーロッパを中心に運行されていた、観光列車である。1976年に運行を開始した。当初は、ノスタルジー・オリエント・急行。ノスタルジー・オリエント・エクスプレス。ノエあるいはノスタルジック・オリエント・急行と呼ばれていたが、 1983年以降は、イスタンブールを付加している。車両は、かつての国際信頼者会社、ワゴン利社の信頼者、プルマン社、サロン社、食堂社などが主であるが、旧ミトローパなどの客車もあった。列車名をめぐる訴訟をきっかけに、2008年以降は、オリエント急行という名は使われていない。オリエント急行は、国際信頼者会社、 ワゴンリにより西ヨーロッパとバルカン半島を結ぶ列車として1883年に運行が始められ、1888年にはコンスタンティノープル、ゲイスタンブール、ま、直通した。1920年代から30年代にはシンプロンオリエント急行やアールベルクオリエント急行など多彩な経路で東西ヨーロッパを結んでいた。しかし、第二次世界大戦後には、 オリエント急行と総称される列車群はかつてのような豪華列車ではなくなっていた。1967年にはワゴンリシャはかつての豪華列車時代のオリエント急行を復活させた特別列車を企画した。この列車は同年4月29日夜にパリを発車しミュンヘン、プラハ、ウィーン、ブタペスト、ソフィア、そしてイスタンブールを巡る予定であった。 しかしこの列車は予約が集まらず実現せずに終わった。1976年3月、スイス連邦鉄道、スイス国鉄のミラノにおける代表者である、ウォルター・フィンク・ボナー、ワルテル・フィンク・バナーの発案により、シンプロン・オリエント急行と名付けられた特列車がミラノからイスタンブールまで運行された。この列車は、ワゴン車の寝台車食堂車プルマン車などのうち、 定期運用を知りて、イタリア国内に保存されていた車両を利用した、ものであった。この企画の実行に携わったのが、スイスの小さな旅行代理店イントラフルック、イントラフラグ社の経営者であったアルバート・グラッツ、アルバート・グラットである。グラッツは、フィンク・ボナーの友人であり、また熱心な鉄道ファンでもあった。グラッツは、その後、同様の豪華列車を観光目的で運行するため、 旧ワゴンシャの客車を買い集めた。これが、ノスタルジーイスタンブールオリエント急行の起源である。1976年10月7日、イントラフルック社の企画した特別列車、アールベルクオリエント急行がチューリッヒを発車した。列車は、インスブルック、タウエルントンネル、ルブラナ、ベオグラード、ソフィアを経由しイスタンブールまで運行された。この列車は好評であり、 1977年夏までに、アールベルクオリエント急行は5回運行され、このほか、シンプロンオリエント急行、ローザンヌシンプロントンネルミラノベネツィアリュブラナ、ベオグラードアテネも運行された。1977年3月から4月にかけては、ノスタルジーオリエント急行の名で運行され、以後これが列車名として定着することになった。また、同年5月には、 ベルン発着で、また10月には、シュトットガルト発着でも運行された。ノスタルジーオリエント急行は、イントラフルックの募集したツアーのほか、他の旅行代理店の企画したツアーや、団体による貸し切りでも運行された。イントラフルック社はその後も元ワゴンリ社の客車を買い、集めた。1977年10月8日には、モナコのモンテカルロにおいて行われた。 サザビーズのオークションでは、食堂車1両、2741号車を落札した。なおこの時グラッツと競り合ったのが、後にベニスシンプロンオリエントエクスプレスを創設する、ジェームズ・シャーウッドである。ノスタルジーオリエント急行はフランスには1981年に、初めて乗り入れ、パリからイスタンブールまでかつてのシンプロンオリエント急行の経路を完走した。 この頃には、イントラフルック社は元ミトローパ社のラインゴルト、洋客車も購入していたが、これは本来のオリエント急行とは全く関係のない車両である。そのため、ラインゴルト客車を連結する際には、フランス国内ではオリエント急行を名乗ることができず、ボレドーランス急行のような名の特別列車となった。また1982年には、 本来のオリエント急行の経路であったパリウィーン、イスタンブール間の運行が行われた。1983年には、オリエント急行運転開始100周年のイベントが行われた。3月には、元フランス大統領専用客車、プレジデンシャルがノスタルジーオリエント急行に初めて用いられ、中立比発着で、ボーデンコを一周する特別列車として運転された。 10月には100周年記念列車、ル・セントネール・ル・センネアがパリからイスタンブールまで運転された。この列車はもともと同年5月に予定されていた。しかし多くの区間で蒸気機関車牽引の予定としていたものの、その手配が整わず、実際の運転は10月まで遅れ、西ドイツ国内での蒸気機関車牽引は実現しなかった。また1983年には、 前年に運行を始めたオリエントエクスプレスホテルズ社のベニスシンプロンオリエントエクスプレスとの区別を明確にするためノスタルジーイスタンブールオリエント急行と改名された。1988年には日本のフジテレビジョンの企画によりオリエントエクスプレス88としてパリから香港までシベリア鉄道経由で運転されさらに船で日本に渡って 日本国内でも運転された。1991年にはユーゴスラビア紛争の影響でイスタンブールまでの運行が不可能になった。1992年には歌手マイケル・ジャクソンがヨーロッパツアーのため専用列車として貸し切りで使用した。1993年イントラフルック社の経営難のためノスタルジーイスタンブールオリエント急行は別の旅行会社。 ライゼビュロー・ミッテルスルガウ、ライシワール・ミタルザーグを車に売却された。この時期車両はスイスなどを拠点に運行されるものと、後期台車に付け替えられて、ロシアを拠点にするものの2軍に分かれた。ロシアでは、シベリア鉄道を経由して、モスクワ・ペキン間などの運行もやれた。2002年には、ミッテルスルガウ社の経営統合により、ノスタルジー・イスタンブール・オリエント急行は、 トランスオイロープ・アイゼンバーン社、トラロップ・アイゼンバーン AG、ティーグの所属となった。2003年から2005年にかけては、ドイツの歴史的客車やレイチ形状機機関車などの機関車も買い集められ、ノスタルジー・イスタンブール・オリエント急行に加わった。トランスオイロープ・アイゼンバーン社のノスタルジー・イスタンブール・オリエント急行は、 本来のオリエント急行と縁のない客車を多く含む編成となっており、このような列車がオリエント急行を名乗って良いかは批判の対象となっていた。2008年4月にはフランス国鉄が名称の使用中止を求める訴訟を起こした。これをきっかけにノスタルジーイスタンブールオリエント急行としての列車運行は中止され、グランドエクスプレス、 エウロペアントレーンデラックスと解明された。以下は2003年時点のパンフレットに基づくニ度への所属客車である。客車は台車交換により標準機、ヨーロッパ用部、中国と後期、ロシアなどの双方に対応可能であるが、一部標準機、または後期専用の車両もある。なお、イギリスの鉄道愛好団体サザン E。 グループによると、オフした車両は、車両は2011年現在フランス国鉄の所属で、廃車待ちの状態である。1977年時点において、イントラフルック社が保有していた、旧ワゴン利客車は、以下の通り。1984年時点での、ノスタルジーイスタンブールオリエント急行の所属客車は、以下の通り。 1988年のオリエントエクスプレス88に用いられた車両は以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。